徳川家康は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、戦国大名、天下人。安城松平家旧大当主で、徳川家や徳川将軍家、古三屋の子祖。旧将は、松平元康。関ヶ原の戦いに勝利したことで、1603年に、朝廷より、征夷大将軍に任せられ、続く、大阪夏の陣により豊臣氏を召し、 二百六十年間続く江戸幕府を開いた三英傑の一人。家系は三河国の国人どもを松平氏。陽名は竹千代。通称は次郎三郎のちにクランドスケ。意味名は今川義元より変記を受けて元の仏で元康と名乗るが今川氏から独立した際に元を返上して家康に改める。この家に経図作成を依頼し、 直居の上、A69 年12月29日に、徳川市に改正。本政は、源氏や藤原氏を称し、豊臣政権では、豊臣氏を称した形跡もあるが、天正16年以降に、源氏を再び称している。幼少期を、お出し継いで今川氏の下で人質として過ごす。A63 年、桶狭間の戦いでの今川義元の討ちに起きに、 今川氏から独立して、織田信長と同盟を結び、三河国、東東海国に半島を広げる。信長が、天正十年に、本能寺の変において死亡すると、天正神後の乱を制して、海の国、品濃国を手中に収める。信長没後に勢力を伸長した、豊臣秀吉と小牧、長久手の戦いで退治するが、後に、秀吉に侵入。小田原聖伐後は、 後北上氏の丘陵関東への天保を命ぜられ、豊臣政権下で最大の領地を得る。秀吉晩年には後大老に劣せられ、大老筆頭となる。秀吉没後の慶長5年に、関ヶ原の戦いにおいて西軍に勝利。慶長8年に、西衣大将軍に任命され武蔵国に江戸に幕府を開く。慶長20年に、豊臣氏を滅亡させ、日本全国を支配する体制を確立。 安土桃山時代が終結した。家康がその礎を築いた江戸幕府を中心とする、統治体制は後に、幕藩体制と称され264年間続く、江戸時代を隠した。死後は、日光東照宮に祀られ、ブレーンであった天海の剪定により、薬師如来を本地とする、東照大権現として神格化され、神君、東照宮、権現様とも呼ばれて信仰される。 また、江戸幕府の祖として、神祖、列祖などとも称された。岡崎城天守、毛うひとし吉虎が、三河へゆうでにより、十一位右大臣聖衣大将軍縁家康公、竹千代時代を過ごした、臨在地日付は、大院歴によるは歴。聖暦の暦法は弁義上、ゆりうす歴とする。三河国の土豪である松平氏の、第八代当主、松平広忠の着難として、 天文十一年十二月二十六日虎の時に、岡崎城にて誕生。母は、水野忠政の娘、お代。陽名は竹千代。三歳の頃、水野忠政没後に、水野市当主となった、水野信元が、尾張国のお出しと同盟したので、お出しと敵対する、駿河国の今川氏に、被護されている広忠はお代を離縁。竹千代は三歳にして、母と生き別れになる。 天文16年8月2日、竹千代は数え6歳で、今川氏への人質として、駿府へ送られることとなる。しかし、駿府への護送の途中に立ち寄った、田原城で義母の父、戸田康光の裏切りにより、終わり国の織田信秀へ送られた。だが広忠は、今川氏への従属を貫いたため、竹千代はそのまま、人質として2年間終わり国厚田の加藤純正の、 屋敷に留め置かれた。この時、織田信長と知り合ったという伝説があるが、資料にはない。また、近年の研究では、天文16年9月に、岡崎城が織田氏によって攻略されたとする文書の存在が指摘され、松平広忠が織田氏への降伏の証として、竹千代を人質に差し出した可能性も浮上している。2年後に、広忠が死去する。今川義元は、 織田信秀の所長詞、織田信弘との人質交換によって、竹千代を取り戻す。しかし竹千代は、駿府に移され、岡崎城は、今川氏から派遣された城代により支配された。墓参りのためと称して、岡崎城に帰参した際には、本丸には、今川氏の城代が置かれていたため入れず、二の丸に入った。天文24年3月、駿府の今川氏のもとで元服し、 今川義元から返旗を賜って、次郎三郎元信と名乗り、今川義元の命で、関口近長の娘、瀬名をめとる。名は後に、祖父、松平清康の返旗をもらいクランドスケ元康と、改めている。なお、松平元康の今川氏との関係については、平氏との関係を考慮する必要があるとする指摘も、ある。 吉良氏は、三河国発軍を根拠とした足利市ご一家の一つで、今川氏の宗家筋であった。吉良氏は死後ではないものの、三河の国主に準じられて、国内の国衆にも影響を与え、松平信忠は、吉良義信、松平清康は、吉良持清松平広忠は、吉良持広の変記を得たと推定されている。今川義元は、吉良氏に代わって、 安城松平氏の直気投手に対して、自らの返記を与えるとともに、自らの一門に組み込むことによって、平氏の三河国主としての地位を間接的に否定すると、ともに今川氏の三河支配の安定化を、実質上の三河最大の勢力である松平氏を、返して図ったと考えられる。当時、三河国では、国州の間で大規模な反乱が起きており、 a 六元年2月5日には、今川市から、小田氏に通じた鴨軍事部長主、鈴木和時を攻めた。これが偉人であり、城下を焼いて引き上げ、転じて、付近の広瀬、衣、梅坪、伊保を攻めた。この選考により、吉本は、丘陵のうち三中三百貫分の地を返付し、腰刀を送った。a 六2年に、駿府の元康は七か城から定め書きを岡崎にいる。 家臣団との間で交わしている。これは将来的に今川氏直進の岡崎上司となるであろう。元康と今川氏による間接統治下で気迫化した家臣団との間の始従関係を再確認する性格を持っていた。徳川家の家門、丸に、三葉葵、A63 年5月、桶狭間の戦いで戦法を任され、大高城の宇土の長照が、 上中の兵糧が足りないことを吉本に訴えたため、吉本から兵糧の補給を命じられた。しかし、織田軍は大高城を包囲しており、兵糧を運び込むには、包囲を突破する必要があった。そこで5月18日、和室取出と丸根砦出の間を突破して、小二田を上中に送り込み、全軍無事に引き上げた。翌19日、丸根の砦出を攻め落とし、 朝日奈康義は、和志津の砦を攻め落とした。吉本が、織田信長に撃たれた際、大高城で休息中であった元康は、大高城から撤退。松平家の菩提寺である、大樹寺に駐屯し、住職の昇る誉れ天室と相談の上、今川方が危険を感じて死守した後の岡崎城に、入ると、独自の軍事行動を取り、今川からの独立を果たそうとする。また、 桶狭間の戦いの直後から、元康は今川、織田漁師に対して軍事行動を行う、両面作戦を行ったとする説もある。さらに近年の新説として、桶狭間での勝利に乗じた、織田軍の三河進行を警戒した、今川氏真はこれに備えるために元康の岡崎城機関を許したとする説も出されている。永禄4年2月、元康は将軍、足利義照に、 嵐影と呼ばれる春馬を献上して、室町幕府との直接的な関係を築くことで、独立した領主として、幕府の承認を取り付けようとしている。4月、元康は東三河における、今川方の拠点であった牛久保城を攻撃、今川氏からの自立の意思を明確にした。折しも、今川氏の名優であった、武田信玄、北条氏康は、関東管領。 上杉憲政を報じた長岡影虎の関東出兵への対応に追われており、武田、北条からの援軍は来ないという判断があったとされる。また、桶狭間の戦い直後は、三河の今川法をまとめて小田方の進行と対峙していた元康が三河への軍事的支援を後回しにして同盟国の武田。 北条支援に動く氏真に失望して、援軍を得られないまま小田氏に抵抗を続けるよりも、小田氏と結んで独立を図った方が、両国維持の上で得策と判断したとする見方もある。この事態は、吉本の後を継いだ、今川氏真には痛恨の事態であり、後々まで、松平クランド逆進、三州作乱などと記して、行き通りを見せている。その後も元康は、 藤士並縄手の戦いなどに勝利して、西三河の諸城を攻略する。永六四年先に、今川氏を見限りを出しと同盟を結んだおじ、水野信元の仲介もあって、信長と和睦し、今川氏と断交して信長と同盟を結んだ。同年四月に西三河で、今川氏との戦いが開始された。永六五年には、家康と信長があって会談し、同盟の確認をして、 関係を固めている。一方、将軍、足利義輝や北条氏康は、松平、今川漁師の和睦を図るが実現しなかった。A66 年には、吉本からの返記である、元の字を返上して、元康から家康と名を改めた。家を選んだ理由は明確ではないが、菊池博之は、お題の方の再婚相手である、久松都勝が、 長江と名乗っていた時期があることを指摘し、久松長江を父親代わりとみなしてその返記を用いたとする説を唱えている。同年3月には、同盟の証として、着難武千代と信長、娘ごとくとの婚約が結ばれる。A67 年、三河一向一揆が勃発するも苦心の末に、これを鎮圧。こうして、岡崎周辺の不安要素を取り払うと、 対今川氏の戦略を推し進めた。東三河の戸田氏や西郷氏といった土豪を抱き込みながら、軍勢を東へ進めて、宇戸の氏のような敵対勢力を排除していった。東東海国で発生した国州の反乱の影響で、三河国への対応に遅れる今川氏との間で、保イ軍を主戦場とした攻防戦を繰り広げた後、永禄九年までには、東三河、奥。 三河を平定し、三河国を統一した。この際に家康は、西三河州、東三河州、旗本の三粗内の制への軍政改正を行い、旗本には、旗本選定役を新たに置いた。永六九年、朝廷から藤原氏とされ、従五位した三河守に除任され、直前か同時に徳川に改正した。これを朝廷に要求する際には、 多少の工夫を用した。松平家は少なくとも清康の時代から、日田氏流与両電子系統の聖は源氏であると、自称していたが、徳川と事前に改正していたか、この藤原氏への乗り換えと同時かは不明だが、大木町天皇より、聖は源氏の世良電子が、三河守を任官した前例はないと拒否された。そこで家康は、この江崎久に相談した。は、 対処したが、吉田金右が、までの工事家で先例にあたる、刑府文書、徳川は、源氏だがもう一つの流れに、藤原氏になった例があるを発見し、写しを上とされ、申請に使用した。この、徳川の末だと藤原氏を名乗る特例とも言える措置を得て、家康は、従五位下、三河守に助任された。この先例とされたのは、松平氏の祖とされるの 三河守来氏で藤原氏となったのは、嫡男勇士とその弟教師で松平清康の余両伝改正とつなげたとの説がある。この直居に関連した改正で当面は、徳川姓を名乗るのは家康和人であり、松平氏一族や家臣団統制に役立った。この改正に伴い家康は本姓を藤原氏としているが、後に源氏に服している。 a 十1年、信長が室町幕府13代将軍、足利義輝の弟、義明を奉じて上洛の都に着くと、家康も信長への援軍として松平信一を派遣した。同年1月11日、家康は左京大部に任命されている。左京大部は歴代官僚の名誉的存在の有力士五大名に授けられた官職であり、 これは義明が信長を官僚に任命する人事に連動した武家失踪であったとみられる。だが、信長は官僚就任を辞退したことから、家康も依然として従来の三河守を用い続けた。同年12月6日、海野国の武田信玄が今川領するがへの侵攻を開始すると、家康は堺井忠を取り次ぎ役に、東都海勝城を条件として、 武田氏と同盟を結び、13日、東東海国の今川領へ侵攻して、引間城を攻め落とし、軍を退ぞかずに、東東海国で越年する。武田氏との今川領分割に関して、徳川氏では、大井川を境に、東の駿河国を武田領、西の東東海国を徳川領とする協定を結んでいたとされる。しかし、A62 年1月8日、 信濃国から武田家臣、秋山虎重による東東海国への侵攻を受け、武田氏とは手切れとなった。5月に駿府城から本拠を移した今川氏真の掛川城を行い、牢城戦の末に海上勧告を呼びかけて氏真を下し、東東海国を支配下に置く。氏真と和睦すると家康は、北条氏康の協力を得て、武田軍を退けた。以来、 東海地方における、織田、徳川、武田の関係は、織田と、他二者は同盟関係にあるが徳川と、武田は敵対関係で推移する。元気元年、岡崎から、東都海国のく間に移ると、ここを浜松と改名し、浜松城を築いて、これを本城とした。今川氏真も浜松城に迎え庇護する。また、信長を助け、金ヶ崎の戦いに参戦したか。 朝倉義景、浅井長政の連合軍との姉川の戦いでは活躍を見せた。家康は北条氏と協調して武田領を攻撃していたが、武田氏は元気に年末に北条氏との交渉同盟を回復すると、駿が今川領を確保する。信長と反目した将軍、足利義明が武田信玄、浅倉義景、浅井長政、石山本願寺ら、 半尾田勢力を急合して信長包囲網を企てた際、家康にも副将軍への就任を要請し、協力を求めた。しかし家康はこれを目殺し、信長との同盟関係を維持した。元気3年10月には、武田氏が徳川領である東東美国、三河国への侵攻を開始した。これにより武田氏と尾田氏は手切れとなった。 家康は信長に援軍を要請するが、信長も包囲網への対応に苦慮しており、武田軍に、美濃国岩村城を攻撃されたことから、十分な援軍は送られず、徳川軍は単独で、武田軍と戦うこととなる。徳川家康三方ヶ原戦役画像。徳川軍は、東う海国に進攻してきた、武田軍本体と戦うため、天竜川を渡って、見つけにまで進出。 浜松の北方を固める要衝、二股城を取られることを避けたい。徳川軍が武田軍の動向を探るために威力偵察に出たところを武田軍と遭遇し、一言坂で敗走する。東東海方面の武田軍本隊と同時に、武田軍別動隊が進行する三河方面への防備を十分に固められないばかりか、この戦いを機に徳川軍の劣勢は確定してしまう。 そして12月、二股城は落城した。ようやく信長から佐久間信盛平手広秀率いる援軍が送られてきた頃、別動隊と合流した武田軍本隊が浜松城へ近づきつつあった。対応を迫られる徳川軍であったが、武田軍は浜松城を悠然と素通りして、三河国に進行するかのように転身した。これを聞いた家康は、 佐久間信盛らが牢城を唱えるのに反して、武田軍を追撃。しかしその結果、鳥井忠弘、成瀬正義や二股城の戦いで、会場の地獄を進もうとした、中根正輝、青木貞春といった家臣を、はじめ千人以上の死傷者を出し、平手広秀といった、織田軍からの炎症が選出するなど、徳川、織田連合軍は惨敗した。 家康は夏目義信に代表されるように身代わりとなった家臣に助けられて命からがら浜松城に逃げ帰ったという。武田勢に浜松城まで追撃されたが、帰城してからの家康は冷静さを取り戻し、空城計を用いることによって武田軍にそれ以上の追撃を断念させたとされている。浜名湖北岸で絶年した後、三河国への進軍を再開した武田軍によって、 三河国説落軍の野田城を二月には落とされ、城主、菅沼正英が拘束された。ところが、その後、武田軍は、信玄の発病によって、長篠城まで退き、信玄の死去により撤兵した。武田軍の突然の撤退は、家康に、信玄死去の疑念を抱かせた。その生死を確認するため家康は、武田領である、駿河国の岡部に侵攻、放火し、 三河国では、長篠城を攻めるなどしている。そして、これら一連の行動で、武田軍の抵抗がほとんどなかったことから信玄の死を確信した家康は、武田氏に組みしていた奥三河の豪族で、三下三方衆の一角である、奥平貞義、貞政親子を超約し、再属させた。脱回した、長篠城には、奥平軍を廃し、武田軍の再進行に備えさせた。 武田氏の正常作戦の頓挫により信長は、藩を打勢力を撃滅し、家康も勢力を回復して、長篠城から奥、三河を奪還し、駿河国の武田領まで脅かした。これに対して、信玄の後継者である武田勝頼も後世に出て、天正2年には、東美野の明智城、東都海港天神城を攻略し、家康と武田氏は攻防を繰り返した。 また、武田に内通していたとして、家臣の王賀やローラを捕らえ、ノコギリ引きで処刑した。信長の家康への支援は後手に回ったが、天正三年五月の長篠の戦いでは主力を持って武田氏と戦い、武田氏は宿老僧の主要家臣を数多く失う大敗を、喫し、駿河両国の動揺と外交方針の転換を余儀なくさせた。 一方、家康は、戦勝に乗じて、光明、犬居、二股といった城を、脱死攻略し、ことに、諏訪の春城を脱取したことで、皇天神城の、大井川沿いの補給路を封じ、武田氏への優位を築いた。なお、家康は、流しの城主の奥平貞だの先行に対する、褒美として、名刀、大般若長行を授けて称した。その上、翌年には、長女、 亀姫を性室とさせている。だが、この頃から、信長との関係が対等ではなくなり、信長を主君とする一門に順ずる織田政権下の一、大名の立場になる。軍事行動でもこれ以前は、将軍、足利義明の要請での軍事援助という形式だったが、以後は信長進化としての三軍となる。天正三年、家康は、当人五冠に、 浜松城下の屋敷と諸役免除を認める朱印状を発行しており、県塚か港や上流の馬込川に中国商船が来航して浜松城下に手貿易を行っていたことが知られている。五官の名は、慶長見文録にも登場しており、五官の名を持つ当人はその後家康に従って江戸に移住したと見られている。天正6年、越後上杉市で休止した。 植杉謙信の後継者を争う盾の乱が発生し、武田勝頼は北信濃に出兵し乱に介入する。謙信の養子である植杉影勝が勝頼と結んで乱を制し、同じく養子の植杉影虎を廃止させたことで、武田、北条間の交渉同盟は破綻した。翌天正7年9月に北条氏は家康と同盟を結ぶ。この間に家康は、 横須賀城などを築き、多数の付け城によって、後天神城への締め付けを強化した。また同じ頃、信長から正室、月山殿と嫡男、松平信康に対して、武田氏への内通疑惑がかけられたとされる。家康は、堺忠二を使者として信長と談判させたが、信長からの質問を、忠二は概ね認めたために信康の切腹が、 通達され、家康は熟慮の末、信長との同盟関係維持を優先し、月山殿を殺害し、信康を切腹させたという。だが、この通説には疑問点も多く、近年では月山殿の殺害と信康の切腹は、家康、信康不死の対立が原因とする説も出されている。岩村城の戦い以降に、小田氏と武田氏は大規模な抗争をしておらず、 ご北上氏との対立をも抱えることにもなった勝よりは、人質にしていた信長の椅子を勝長を返還するなど、織田氏との和睦を模索している。しかし、信長はこれを目殺し、天正9年、降伏、会場を封じた上での総攻撃によって家康は、皇天神城を奪回する。皇天神城落城。 しかも小めを送らず見殺しにしたことは、武田氏の威信を致命的に失墜させ、国人衆は大きく動揺した。木曽義政の調略成功をきっかけに、天正10年2月に、信長は、家康と共同で、武田領へ本格的侵攻を開始した。織田軍の品野方面からの侵攻にこ応して、徳川軍も駿河方面から侵攻し、武田軍の足田信竹の田中城を、 ナルセ小一らの説得により、大久保忠世が引き取り、さらに、海の南部の川地領、駿河江尻領主の穴山信君を調略によって、離反させるなどして、駿河領を確保した。勝頼一行は、同年3月に自害して、武田氏は滅亡し、家康は3月10日に信君と共に、甲府へ着陣しており、信長は海の仕置きを行うと、 中道王館を通過して帰還している。家康はこの先行により駿河国を与えられ、駿府において信長を接待している。家康はこの接待のために莫大な資材を投じて街道を整備し宿館を造営した。信長はこの接待をことのほか喜んだ。また遅くともこの頃には三河一向一揆の檻に出本した本田正信が徳川家に正式に帰参している。 天正十年五月、駿河廃領の礼のため、信長の招きに応じて降伏した穴山信君と共に居城、安土城を訪れた。六月二日、堺を遊覧中に家で、本老寺の変が起こった。この時の家康の友は、故障集など少人数であったため極めて危険な状態となり、一時は老狽して、信長の後を追うとするほどであった。 しかし、ホンダ・タダカツに説得されてホニし、服ハ半蔵の震源を受け、伊賀国の険しい山道を越え、加田越を経て、伊勢国から回路で、三河国にかろうじて戻った。一方、小田氏の両国となっていた、旧武田領の海国と品野国では大量の一揆が起こった。さらに、越後国の上杉氏、相模国の北条氏も、旧武田領への侵攻の気配を見せた。 旧武田両国の内上の一国と品の小さ型軍、作軍の支配を担っていた、滝川一正は、旧武田領を治めて、まだ三ヶ月ほどしか経っておらず、軍の編成が済んでいなかったことや、武田維新による一揆が相次いで勃発したため、滝川敗下であった、品の国の森長吉と、毛利秀頼は領地を捨て、機内へ敗走した。また、 海一国とシナの諏訪軍支配を担った川尻秀高は一騎勢に敗れ戦死するなど緊迫した状況にあった。追い打ちをかけるように小田氏と同盟関係を築いていた北条氏が一方的に同盟を破り、北条氏名を率いる六万の軍が武蔵上野国境に襲来した。滝川一正は北条氏名を迎撃、初戦に勝利するも敗北、終わり国まで敗走した。 このため、海、品の、上野は、領主のいない空白地帯となり、家康は、武田氏の威信、岡部正綱や与田信武士へ、海の国の辺境武士団である、向川修羅を先方とし、自らも八千人の軍勢を率いて、海の国に攻め入った。一方、海、品の、上野が空白地帯となったのを見た、北条氏直も、おじ、 北条氏則や北条氏照ら五5万5千人の軍勢を率いて、薄い峠を越えて、信濃国に侵攻した。北条軍は、上杉軍と川中島で退治した後には牧師、南へ進軍した。家康は、甲府の御子と体寺、一条、信達屋敷に本人を置いていたが、新府城に本人を移すと、七里岩大城の城西軍に布陣し、若御子城に本人を置く。 北条勢と対峙した。ここに、徳川軍と北条軍の全面対決の様相を、呈したが、与田信繁の調略を受けて、滝川配下から北条に転身していた、真田ダ・幸が、徳川軍に再度寝返り、その必要なゲリラ戦法の前に戦意を喪失した、北条軍は、板部を加工説祭を使者として、家康に和睦を求めた。和睦の条件は、 上野国を、北条氏が、海野国、品野国を、徳川氏がそれぞれ領有し、家康の次女、徳姫が宇氏直に嫁ぐというものであった。こうして、家康は、北条氏と縁籍、同盟関係を結び、同時に、海、品野、駿河、遠江、三河の五カ国を領有する大大名へとのし上がった。豊臣秀吉信長氏後の小田政権においては、 織田家臣の橋場秀吉が台頭し、秀吉は、信長継ぐを、お田信ぶと手を結び、天正十一年には、織田家筆頭画廊であった、柴田勝家を、静ヶ岳の戦いで破り、さらに影響力を強めた。家康は、静ヶ岳の戦いで勝った秀吉に、戦勝祝いとして、茶器の初花を送った。また本老寺の変で、光秀に加担した疑いで、 京都から逃れてきた元関白のこの絵先久を、家康は保護していたが、秀吉と交渉して、この絵を無事気楽させることができた。しかし、天正神後の乱において家康と北条氏の間を仲裁した織田信夫が、静方家の戦い後の織田政権においては信長、着村、三方氏を衰退する秀吉と対立するようになると、信夫は家康に接近して、 秀吉に対抗することとなった。天正12年3月、信夫が秀吉方に通じたとする過労を粛清した事件を、契機に合戦が起こり、家康は3月13日に終わり国へ出兵し、信夫と交流する。当初、両政は北伊勢方面に出兵していたが、17日には徳川家臣、堺中治が秀吉方の森長吉を撃破し、 家康は28日に、尾張国小牧に着陣した。秀吉率いる橋場軍本隊は、尾張犬山城を陥落させると楽殿に布陣し、4月初めには森長吉、池田恒興らが三河国に出兵した。4月9日には長久手において両軍は激突し、徳川軍は森、池田勢を撃退した。家康公の天下を取るは、大阪にあらずして、関ヶ原にあり。 関ヶ原にあらずして、小牧にありと言われた。小牧、長久手の戦いは、橋場、徳川両軍の全面衝突のないまま推し、一方で家康は、北条氏や土佐国の長我壁氏ら遠方の諸大名を、迎合し、秀吉もこれに対して、越後国の上杉氏や貴国の毛利氏、日立国の佐竹氏ら徳川氏と対抗する諸勢力に、呼びかけ、外交戦の予想を呈していった。 秀吉と、家康、信雄の双方は、同年9月には牧師、講和条件として、家康の次男、おまるを秀吉の養子とした。戦後の和議は、秀吉優位であったとされる。越中国の笹成政が自ら、源頭の飛騨山脈を越えて、浜松の家康を訪ね、秀吉との戦いの継続を訴えたが、家康は承諾しなかった。天正13年に入ると、 木の国の西河州や都佐国の長祖壁元地下、越中国の笹成政皿、小牧、長久手の戦いにおいて家康が迎合した、諸勢力は秀吉に服属している。さらに秀吉は7月11日に関白に部任され、豊臣政権を確立する。これに対して家康は東国において、武田医療の会、 信濃を含めた5カ国を領有し、相模国の北条氏とも同盟関係を築いていたが、北条氏との同盟条件である、上野国沼田の割動に対して、沼田を領有していた、信濃国上田城主、真田正幸が、上杉氏、秀吉方に帰属して抵抗した。家康は、大久保忠世、鳥居本忠、平岩近吉らの軍勢を派兵して、上田を攻めるが、 正幸の抵抗や上杉氏の増援などにより撤兵している。勢力圏拡大の一方で、徳川市の両国では、天正11年から12年にかけて地震や大雨に見舞われ、特に天正11年5月から7月にかけて、関東地方から東海地方一円にかけて大規模な大雨が相次ぎ、徳川市の両国も50年来の大水に見舞われた。 その状況下で、北条氏や豊臣政権との戦いをせざるを得なかった、徳川氏の両国の打撃は深刻で、三河国田原にある龍門寺の歴代十字が記したとされる、龍門寺温所時期には、天正十二年に小牧、長久手の戦いで、多くの人々が動員された結果、田畑の後輩と基金を招いて残された老将が、自ら命を絶ったと記している。 徳川氏領国の後輩は、豊臣政権との戦いの継続を困難にし、国内の立て直しを迫られることになる。家康の豊臣政権への侵入までの経緯は、家忠日記に記されているが、こうした情勢の中、同年9月に秀吉は家康に対して、さらなる人質の差し出しを求め、徳川家中は、堺中治、本田忠勝ら豊臣政権に対する、 強行派と石川和正ら優和派に分裂し、さらに、秀吉方との和睦の風文は、北条氏との関係に緊張を生じさせていたという。同年11月13日には、石川和正が出本して、秀吉に帰属する事件が発生する。この事件で、徳川軍の機密が筒抜けになったことから、軍政を刷新し、武田軍を見習った者に改革したという。 天正14年に入ると秀吉は、織田信夫を通じて、家康の改獣を試み、4月23日には、新獣要求を拒み続ける家康に対して秀吉は、実前朝日姫を正室として差し出し、5月14日に、家康はこれを室として迎え、秀吉と家康は、義兄弟となる。さらに10月18日には秀吉が、聖母、大聖書を朝日姫の見舞いとして、 岡崎に送ると、24日に家康は浜松を出発し上落している。家康は10月26日に大阪に到着、豊臣秀長邸に宿泊した。その夜には秀吉本人が家康に密かに会いに来て、改めて心中を求めた。こうして家康は完全に秀吉に屈することとなり、10月27日、大阪城において、秀吉に越見し、 初代名の前で豊臣氏に侵入することを表明した。この越見の際に家康は、秀吉が着用していた神馬織を所望し、今後秀吉が神馬織を着て、合戦の指揮を取るようなことはさせない、という意思を示し諸行の前で忠誠を誓った。天正14年11月1日、京へ上り、11月5日に、生産位に上される。この時、 多くの家康家臣も除任された。11月11日には三河国に帰還し、11月12日には大万所を秀吉の元へ送り返している。12月4日、本城を17年間過ごした浜松城から隣国、駿河国の駿府城へ移した。これは出本した石川和正が浜松城の軍事機密を知り尽くしていたため、 それに備えたとする説がある。天正15年8月、再び上落し、秀吉の推挙により、朝廷から8月8日に、12位、県大納言に助任され、所領から駿河大納言と呼ばれた。この際、秀吉から、橋場の名字を貸しされた。同年12月3日に、豊臣政権より関東、奥領国総部事例が出され、家康に関東、 奥良国の監視が託された。12月28日、秀吉の推挙によりさらに朝廷から、左近の大将及び、様両語官に任ぜられる。このことにより、この頃の家康は、駿府左大将と呼ばれた。家康は、北条氏と演説関係にある経緯から、北条を宇治政宇治直なお節宛ての5月21日付記憶文で、以下の内容で、北条氏に、 秀吉への教順を流した。家康が、北条親子のことを残言せず、北条氏の文国を一切望まない、今月中に、兄弟衆を京都に派遣するという家への趣旨を拒否する場合、娘を離別させる、家康の仲介は、宇治政の弟であり、家康の旧友でもある、北条宇治を上洛させるなどある程度の成果を、 あげたが、北条氏名は秀吉に侵入することに応じなかった。天正18年1月、家康は、着難とみなされていた三男の長丸を上落させて、事実上の人質とさせることで改めて秀吉への侵入の意思を明確にして、北条氏と事実上断交し、これを受けた秀吉は、北条氏討伐を開始。家康も豊臣軍の戦法を務めるとともに、 自分の城を提供し、4月には、吉川広家が、豊臣家の常磐として、岡崎城に入城している。なお、これに先立って、天正17年7月から翌年にかけて、国家国葬検知、と称せられる、大規模な検知を断行する。これは想定される法上市討伐に対する準備で、あると同時に、領内の徹底した、実情把握を目指したものである。この直後に、 秀吉によって関東医療地を違法されてしまい、成果を生かすことはできなかったが、ここで得た知識と経験は新療地の関東統治に生かされた。天正18年7月5日の北条氏降伏後、秀吉の命令で、駿河国、東都海国、三河国、海野国、品野国の5カ国を召し上げられ、北条氏の給料を、武蔵国、伊豆国、相模国、上野国、 カズサ国、シモウサ国、シモツケ国の一部、日立国の一部の赤八州に違法された。家康の関東違法の噂は戦前からあり、家康も北条氏との交渉で、自分には北条領への野心はないことを弁明していたが、結局北条氏の丘領国に移されることになった。秀吉は関東、大宇の総武寺という目的を達成するために、家康に、 関東の安定と大雨の抑えを期待したと考えられている。一方、家康は豊臣政権から政治的、軍事的保護を得ている以上、違法を拒絶することはできなかった。ただし、関東違法に関しては流動的な側面があり、その後も大情勢の悪化に伴って、道の区国への再違法の噂が徳川家中に流れている。 この野法によって3円春と更新119万国から関東250万国への類を見ない大幅な加増を受けたことになるが、徳川氏に縁の深い三河国を失い、さらに当時の関東には北条氏の残党などによって不穏な動きがあり、しかも北条氏は4公6民という当時としては極めて低い税率を採用しており、これをむやみに上げるわけにもいかず。 国高ほどには実収入を見込めない状況であった。こういった事情から、この違法は、秀吉の家康に対する優遇策か、礼遇策かという議論が古くからある。安倍義久は、鎌倉幕府の成立以来西国政権が東国を一元、支配した例はなく、古学坊の断絶とともに機能停止していた、室町幕府の鎌倉府と同様の役割を東国に、 通じた家康によって担わせようとしたと考察している。この命令に従って、関東に移り、北条氏が本城とした相模小田原城ではなく、武蔵江戸城を居城とした。なお、小田原合戦中に、秀吉が自らの御座所を江戸に設ける構想を示しており、江戸城を家康の本拠地としたのも、秀吉の積極的な意向が関与していた。8月1日に、 江戸へ入府した家康は、関東の統治に際して、有力な家臣を重要な市場に配置するとともに、百万国余りと、いわれる直轄地には、大久保長安、稲中寺、長谷川長綱、彦坂玄章、向井正綱、成瀬昭一、草壁貞吉ら有能な家臣を大官などに、抜擢することによって難なく統治し、関東はこれ以降現在に至るまで大きく発展を、 遂げることとなる。ちなみに、関東における四皇六民という北条氏の定めた低税率は徳川義宗の強法の改革で引き上げられるまで継承された。家康によって敗された有力家臣たちは以下の通りである。天正19年6月20日、秀吉は欧州での一期鎮圧のため号令をかけて豊臣秀次を総大将とした欧州最終機軍を編成した。 家康も、秀次の軍に加わり、加西大崎一揆、我が、比江抜き一揆、仙北一揆、藤島一揆、野戸正美の乱などの鎮圧に貢献した。文禄元年から秀吉の命令により、朝鮮出兵が開始されるが、家康は都会することなく、名古屋城に在陣しただけであった。家忠田田日記にはこの時に、伊達正宗、南部信ブを、上杉影勝。 佐竹義信が家康の指揮下にあったと記してある。文禄四年七月に、秀で事件が起きた。豊臣政権を揺るがす、この大事件を受けて、秀吉は諸大名に上落を命じ、事態の沈静化を図った。家康も、秀吉の命令で上落した。これ以降、開発途上の居城江戸城よりも伏見城に滞在する期間が長くなっている。豊臣政権における、 家康の立場が高まっていたのは明らかだが、家康自身も政権の中枢に身を置くことにより、中央政権の政治システムを直接学ぶことになった。慶長元年5月8日、秀吉の推挙により内大臣に任ぜられる。これ以後は江戸のナイフと呼ばれる。慶長2年、再び朝鮮出兵が開始された。日本軍は前回の反省を踏まえ、 初期の構成以降は前進せず、朝鮮半島の沿岸部で地盤固めに注力した。この時も家康は都会しなかった。慶長3年、秀吉は病に倒れると、自身没後の豊臣政権を盤石にするため、後継者である豊臣秀頼を補佐するための五大老、五奉行の制度を7月に定め、五大老の一人に家康を任命した。8月に、 秀吉が死ぬとご退老、五奉行は朝鮮からの撤退を決め、日本軍は撤退した。結果的に家康は兵力、財力などの消耗を免れ、自国を固めることができた。しかし都会を免除されたのは家康だけではなく、一部の例外を除くと、東国の大名は名古屋残留であった。豊臣秀吉の死後、内大臣の家康が朝廷の官位で最高位になり、 また、秀吉から、秀頼が成人するまで政治を家康に託すという、遺言を受けていたため後大老筆頭と目されるようになる。また、生前の秀吉により、文禄四年八月に禁止と定められた、合議による合意を得ない、大名家同士の婚姻を行う。婚約した娘は、すべて、家康の養女とし、その内容は次の通りである。この頃より家康は、 細川忠興や島津義弘、増田長森らの屋敷にも頻繁に訪問するようになった。こうした政権運営をめぐって、大老、前田利家や五奉行の石田三成らより、戦王との反感を買い、慶長4年に1月19日、家康に対して三中郎の保領義春らが、門在氏として派遣されたが、義春らを同括して追い返した。 年家らと家康は2月2日には聖書を交わし、年家が家康を、家康が年家を相互に、訪問、さらに家康は口述する、伏見城寺部の正丸の直下にある、自身の屋敷から、対岸の向島城へ移ることでこの一件は和解となった。3月3日の年家病死直後、福島正則や加藤清正奈々将が、大阪屋敷の石田三成を、 殺害目的で襲撃する事件が起きた。三成は佐竹義信の協力で大阪を脱出して、伏見城内地部の小丸にある自身の屋敷に逃れたが、家康の仲裁により三成は武行の退任を承諾して沢山城に抹居することになり、退去の際には護衛役として家康の次男、結城秀康が当たった。結果として三成を失脚させ、 最も中立的と見られている北万所の仲裁を受けたことにより結論の客観性が得られ家康の評価も相対的に高まったと評価され同時に三成を生存させることによって豊臣家家臣同士の対立が継続することになるもっとも家康と三成は対立一辺倒ではなく協調を模索する時期もあり家康は中立的な立場からの解決して 双方の均衡を保とうとしたが、それがかえって清掃を悪化させたとする見方もある。9月7日、増田・長塚領奉行の養成として、大阪に入り、三成の大阪屋敷を宿所とした。9月9日に登場して、豊臣秀頼に対し、徴用の節句における祝位を述べた。9月12日には、三成の兄、石田正澄の大阪屋敷に移り、9月28日には、 大阪城、西の丸に移り、大阪で西武を取ることとなる。9月13日付、毛利秀元宛ててる元書状には、家康が大阪入りした理由として、次の3つを挙げている。秀忠が江戸へ下校したため性質をこうと離れるので、彼女以外の女性が秀忠の子を産む、可能性があり、両者の仲が悪くなるのを避けるため、おこうも下校させようとしたが、 淀殿周辺から反対されたこと。御陽勢天皇が上位の意向を示したが、秀吉の遺言とは異なる行を指名したため、家康が上位の断念を申し入れざる得なかったこと。秀吉遺言で東国の大名は大阪、西国の大名は伏見にいることが求められたが、浮田秀家は大阪に泊まったため、家康の抗議で伏見に移ることを承諾したが、 同様のものがまだ複数いること。9月9日に登場した際、前田利長、浅野長政、王の春長、肘方勝久の4名が家康の暗殺を企んだと、増田、長塚両奉行より密告があったとして、10月2日に長政を隠居の上、徳川領の武蔵府中で撤去させ、春長は、下佐国の結城秀康のもとに、勝久は、 日立国民との佐竹義信のもとへ追放とした。さらに年長に対しては、加賀聖罰を起とするが、年長が聖母、吉春院を江戸に人質として差し出し、出兵は取りやめとなる。これを機に、前田氏は完全に家康の支配下に組み込まれたとみなされることになる。またこの頃、秀頼の名の元初大名への加増を行っている。慶長五年三月、 文語国に南蛮線のリーフデ号が漂着した。家康はリーフデ号を大阪へ移し、公会長のウィリアム・アダムスや、船員のヤンヨーステンは家康に交遇され、外交上の指紋に応えるようになる。特にウィリアム・アダムスは、航海や水先案内の技術だけでなく、数学と天文学も得意としていたことから家康に、ヨーロッパの科学知識や技術を伝えたり、 西洋船を作ったりして、家康から寵愛された。関ヶ原古戦場慶長5年3月、越後国の堀修司から、合図の上杉影勝の重臣、直江兼次に、越後にあった年貢の下半期分まで持ち出された、訴えを、出羽国の最上義光らからは、合図の軍備を増強する不穏な動きがあるという、知らせを受けた。さらに、 上杉氏の家臣で、津川城城代を務め家康とも婚姻にあった、非戦派の藤田新吉、栗田国次の二人が、合図から、江戸の徳川秀忠のもとへ、上杉の行動に関する釈明をしようとする途中で、金継ぐの仕向けた死者たちに襲撃され、国時が殺害される事件まで起きた。これに対して家康は、稲諦綱を政治として、継承のもとへ門在士を派遣した。ところが、 すでに、徳川との一線を固めていた金継が、直江城と呼ばれる挑発的な文章を記した書簡を、編書として送ったことから家康は激怒。継承に範囲があることは明確であるとして、合図征伐を宣言した。これに際して、御用税天皇から、出馬移動としてさらしぬのが可視され、豊臣秀頼からは、黄金に満了、兵糧米に万国を可視された。これにより、 朝廷と豊臣氏から家康の上杉市政伐は、豊臣氏の中心である家康が無本人の継承を打つという大義名分を得た形となった。6月16日、家康は大阪城、京橋口から軍勢を率いて、上杉市政伐に出征し、同日の夕刻には伏見城に入った。ところが、6月23日に浜松、6月24日に島田、 6月25日に、駿府、6月26日に、三島、6月27日に、小田原、6月28日に、藤沢、6月29日に鎌倉、7月1日に、金沢、7月2日に江戸という、父たる進軍を行っている。この出兵には、家康に反感を持つ石田三成らの挙兵を待っていたとの見方もある。実際、7月に三成は、 大谷義嗣と共に挙兵すると、家康によって占拠されていた、大阪城、西の丸を奪い返し、増田長森、長塚松斎へら部行集を説得するとともに、ご大老の一人、毛利照元を総対将として擁立し、内府地下費の上場という13カ条に及ぶ家康の断崖上を初代名に対して交付した。三成が挙兵すると、家康子さんの重臣、 鳥居元忠が守る伏見城が4万の軍勢で攻められ、元忠は戦死し伏見城は落城した。さらに三成らは伊勢国、美濃国方面に進攻した。家康は下谷国小山の陣において、伏見城の元忠が発した死者の報告により、三成の挙兵を知った。家康は重臣たちと協議した後、上杉市征伐に従軍していた諸大名の大半を集め、 秀頼よに害をなす君則の関心、三成を撃つためとして、上方に反転すると告げた。これに対し、福島正則ら三成に反感を持つ、武断派の大名らは家康に味方し、こうして家康を総対象とした東軍が結成されていった。東軍は家康の徳川直属軍と福島正則らの軍勢合わせて10万人ほどで編成されていた。 そのうち一体は、徳川秀忠を大将とし、坂木原康政、大久保忠地本田正信らをつけて、宇都宮城から中仙道を進軍させ、結城秀康には、上杉景勝、佐竹義信に対する抑えとして、関東の防衛を託し、家康は、残りの軍勢を率いて、東海道から上方に向かった。それでも家康は、動向が不明な佐竹義に対する危険から、 江戸城に1ヶ月ほど泊まり、7月24日から9月14日までの間に、関ヶ原合戦に関する内容の文書だけでも、戸様の書章を82名に155通、家康の近慎に20通ほどの文書を送っている。正則ら東軍は、清洲城に入ると、西軍の勢力下にあった美濃国に侵攻し、織田秀信が守る岐阜城を落とした。この家康は、 信長の着村であるとして、秀信の命を助けている。9月、家康は江戸城から出陣し、11日に清須、14日には美濃赤坂に着陣した。前哨戦として、三成の家臣、島左近と、浮田秀家の家臣、赤島佐則が帰襲し、それに対して、東軍の中村和江、有馬豊氏らが迎撃するが敗れ、中村和江の家臣、 の一式ョギが戦死している。家康は、自らの軍師で、臨在州の前奏である、官室元吉に駅による戦税を行わせ、大吉を得た。9月15日午前8時頃、美の国籍が原において、東西領軍による決戦が繰り広げられた。海戦当初は交渉を取った、三成ら西軍が有利であったが、正午頃かねてより怪獣策を取っていた西軍の、 小早川秀明の軍勢が、同じ西軍の大谷義継の軍勢に、襲いかかったのを機に形勢が逆転する。さらには、木坂康二、く木元綱、赤座忠志小川助忠の寝返りもあって、大谷隊は、壊滅、西軍は、総崩れとなった。戦いの終盤では、敵中突破の退却戦に挑んだ、島津義弘の軍が、 家康の本陣目前にまで突撃してくるという、非常に危険な局面もあったが、東軍の干渉に終わった。9月18日、三成の居城、沢山次郎を落として、大見国に進出し、9月21日には、戦場から逃亡していた三成を捕獲。10月1日には、小西行長、暗黒自衛系らと共に六条河原ので処刑した。その後大阪に入った家康は、 西軍に組みした諸大名をことごとく処刑、改役、原報に処し、召し上げた諸領を当軍諸将に仮像分配する傍ら、自らの領地も250万国から400万国に仮像。秀でより、ヨド伝に対しては、女、子供の預かり知らぬところとしてとがめず、領地もそのままだったが、論功交渉により、各大名家の領地に含めていた大鼓像入地は、 東軍の諸将に恩賞として分配された。その結果、豊臣氏は、摂津国、河内国、泉国の三カ国65万国の一大名となり、家康は天下人としての立場を確立した。だが、まだ西国大名は、新年の挨拶に、大阪城に施行豊臣家が西国を支配する二重抗議体制との説がある。鈴木かほるの研究によれば、 秀吉の没後、家康がご大老の筆頭として表舞台に立った時、どの国よりもいち早く対外交渉を持ったのは、当時世界最強国と称されたスペインであったという。その目的は、スペイン領メキシコで行われている画期的な金銀製連法であるアマルガム法の導入であり、スペイン人を招致するため、裏紙などを国際貿易港として開港し、 西洋事情に詳しいウィリアム・アダムスを外交顧問としたという。イエアスはフィリピン近海における死亡液船を絶滅させるため、慶長6年正月、フィリピン総督にあてて、公防液船の証として、日本からフィリピンへ都会する、衆院城を交付することを伝えた。日本では古来からナンパ船の漂着は、流人のたたりとして、積み荷を没収し、 その売り上げをもってその土地の自社の修復に充てる習わしであったが、イエアスはこの敷たりを破り、慶長7年8月に漂着船の積み荷を保証することを伝え、安心して、裏紙などに商船を派遣するようフィリピン総督に通告した。つまりイエアスの衆院先生土創設は、裏側スペイン外交にあったのである。裏紙は、ウィリアム・アダムスの尽力により、慶長9年に、 スペイン商船が初めて入港し、以後、毎年入港している。メキシコ側の資料により、アマルガム法の導入の実現には至らなかったが、慶長6年秋に、カズサ大滝浦に漂着した、司令官、ジュアン・エス・ケラや、慶長14年9月に、カズサ国位は和田沖に漂着したフィリピン総督、ドン・ロドリコでビベロアダムスが建造した船で、帰国させたが、その返礼大使として、 セバスチャン・ビスカイノが、裏が港に入港している。この時のビスカイノは、日本の東西の港の測量及び、金銀島探検の使命を帯びて来港したのであるが、金銀島の発見には至らず、その上船は破船してしまう。ビスカイノは帰国のための船の建造を家康に行うたが、断られた。そこでビスカイノは、欧州の港の測量の際、 伊達政宗がメキシコとの貿易を希望していたことを思い起こし、宣教師、ルイス・ソテルを介して、政宗に帰国の大型帆船の建造を依頼し、これが実現して、サンファン、バウティスタ号の建造に至るのである。この時、将軍、秀忠は、向井忠勝に、政宗む王建船の随行船として船を造船させている。この船は、江戸内海の口で座礁してしまったが、 このように秀忠が剣王戦を造船していた事実や、向井忠勝が抗議大工を伊達政宗のもとに派遣している事実、また幕府は近況令により、ビスカイの一行を本国に帰国させなければならなかったことを考えれば、政宗剣王戦は幕府の知るところであったことは疑う余地もない。家康が開港したスペイン貿易港裏側の記念碑が、 立つ横須賀市東浦賀の東加納神社源永元年6月、サンファン、バウティスタ号が、ビスカイノの返礼大使、ディエゴデ・サンタ・カタリーナを乗せ浦賀港に帰帆した。この船には、正宗の家臣、横沢正元、吉久や日本商人らが同船していた。しかし、家康が死去するとカタリーナに、国外退去令が出され、彼らは、源2年8月に、浦賀を発行した。 これがメキシコへ向かう最後の貿易船となった。こうして国際貿易港としての生命は絶たれ、スペイン人工府の昇平は実現することなく、決別を迎えたのである。長崎や平戸は貿易港としてよく知られるが、江戸初期に家康によって浦賀がスペイン商船の寄港地として開港され、貿易が行われていたことは教科書にも記されていない。この史実を伝えようと、 地元の住民によって、市民団体が結成され参助金が集められ、平成31年4月、神奈川県横須賀市東浦賀の東、加納神社境内に、日清済貿易港の日が建てられ、除幕式が行われた。慶長5年12月19日、文禄4年に、豊臣秀次が解任されて以来開いたままになっていた、関白に、九条兼鷹が家康の創上により任じられた。 このことにより、豊臣氏による、関白色世襲を止め旧来の御石家に、関白色が戻る。落中落外図の徳川時代の伏見城二条城の、唐門関ヶ原の戦いの戦後処理を終わらせた、慶長6年3月23日、家康は大阪城、西の丸を出て、伏見城にて政務を取り、聖位大将軍として、幕府を開くため、徳川氏の経図の改正を行った。 慶長7年、関ヶ原の戦いの戦後処理で唯一処分が決まっていなかった、日立国民との佐竹義信を、では国久保田に、原点法。代わりに、佐竹氏と同じく、源の義満の流れを組む武田氏を継承した、伊津を、武田新吉を水とに入れた。これによって確定した徳川氏の領域は一門、不代大名の所領も含めると、東は、岩城領から関東一円。 北は、南ナノから、美濃国、越前国、西は、大見国、山城国、大和国と、北伊勢の桑名領をほぼ一円支配するものであった。慶長8年2月12日、御用税天皇が参議、三に下重寺光豊を直視として、伏見城に派遣。朝廷より六種八通の戦時が下り、家康を、征夷大将軍、右大臣、源氏長者、 純な小学病院別等に任命した。同年3月12日、伏見城から二条城に移り、3月21日、遺憾測隊をまとい行列を整えて御所に参大し、将軍配下の礼を行い、年頭の祝賀も述べた。3月27日、二条城に直衆を迎え、重臣や公家衆を招いて、将軍就任の祝賀の儀を行った。また4月4日から3日間、 二条城で農学が行われ、諸大名や、公家衆を共応した。イギリス王ジェームズ一世の徳川家康への所管、慶長10年4月16日、将軍職を辞するとともに朝廷に、着難、秀忠への将軍宣言を行わせ、将軍職は、以後、徳川氏が世襲していくことを天下に示した。同時に、豊臣秀頼に新将軍、秀忠と対面するよう要請したが、 秀頼はこれを拒絶。結局、むつを、松平忠輝を、大阪城に派遣したことで、ことは収まった。なお、この時、次世代の家臣である、井伊直隆と、板倉重政も除任された。慶長十二年には、駿府城に移って、江戸の将軍に対して、駿府の大御所として、実権を掌握し続けて、幕府の制度づくりに努めた。同年、 朝鮮通信使と越見し、文読、慶長の役以来断絶していた李氏朝鮮との国交を回復した。慶長14年、オランダ施設と会見。オランダ総督マウリッツからの親書を受け取り、主委員長による公益と平戸に、オランダ東インド会社の召喚の解説を許可した。慶長16年3月20日に旧男、徳川義俊、十男、より十一男。 鶴松を除任させた、ゴース三夜体制への布石といえよう。3月22日には、自らの祖先と称する、新田義重に、陳守府将軍を、実父松平広忠には、県大名号を増刊した。同年3月28日、二条城にて秀頼と、会見した。当初、秀頼はこれを秀忠の正意大将軍任官の際の、要請と、 同じく拒絶する方向でいたが、家康は、小田浦区を仲介として、上落を要請し、ヨード伝の説得もあって、ついには秀頼を上落させることに成功した。この会見により、天下の周目に、徳川講義が豊臣氏よりも優位であることを明示したとする見解があり、4月12日に、西国大名らに対し参加条の法令を示し、生死を取ったことで、 徳川抗議による天下支配が概ねなったとも言われる。同年、ヌエヴァ・エスパーニャ副王、ルイス・デー・ベラスコの死者セバスティアン・ビスカイノと会見し、スペイン国王フェリペ三3世の親書を受け取る。両国の友好については合意したものの、通称を望んでいた日本側に対し、エスパーニャ側の前提条件は、キリスト教の布教で、家康の教教分離の外交を無視したことが、 イエアスをして近況に踏み切らせた死因である。この後も、イエアスの対外交政策に貿易制限の意図が全くないことから、この近況令は、鎖国に直結するものではない。慶長18年、イギリス東インド会社のジョン・セイリスと会見。イングランド国王ジェームズ一世からの新書と、献上品を受け取り、主因上による公益と平戸に、イギリス召喚の解説を許可した。 晩年を迎えていた家康にとって、豊臣氏は脅威であり続けた。なお特別の地位を保持していて、実質的には、徳川氏の支配下には編入されておらず、関ヶ原の戦い後に西国に配置した東軍の大名はほとんど、豊臣恩子の大名であった。また、家康の将軍宣下時には、同時に、秀頼が、 韓白に任官されるとの風説が当然のこととして受け取られていた。秀忠の将軍宣言時の官位は内大臣であったが、秀でよりは家康の引退であいた右大臣を譲られており、秀忠を上回っていた。さらに、徳川氏は内部に問題を抱えていた。将軍、秀忠とその弟、松平忠だてるの中は剣悪であり、忠だてるの義父でもある。 伊達政宗は未だ天下取りの野望を捨ててはおらず、忠だてるを擁立して、半家を翻すことも懸念された。また将軍家でも、秀忠の子である武千代と国松のどちらが次の将軍になるかで対立していた。さらに近況としたキリシタンの動向も無視できない存在であった。もし、これらが豊臣氏と結託して打倒加工で立ち上がれば、幕府にとっては、 大きな脅威となる危険性があった。家康は当初、徳川氏と豊臣氏の共存を模索しているような動きもあり、所持仏閣の統制を豊臣氏に任せようとしていた兆候もある。また、秀吉の遺言を受け、孫娘、千姫を秀頼に嫁がせてもいる。しかし、豊臣氏の人々は政権を奪われたことにより次第に家康を警戒するようになっていった。 さらに、豊臣氏は、徳川氏との決戦に備えて、多くの老人を雇い入れていたが、それが天下に乱をもたらす準備であるとして一層幕府の警戒を強めた。そのような中、慶長12年には、結城秀康、慶長16年に、加藤清正、堀尾義春、浅野長政、慶長18年には、浅野義長、池田照正など、豊臣恩子の有力大名が、 次々と死去したため、次第に、豊臣氏は、孤立を深めていった。また、慶長17年には、笹成政の外孫である、高塚佐信高を関白に推挙している。そして、慶長19年の方向寺証明事件をきっかけに、豊臣氏の処遇を決するべく、動き始める。方向寺証明事件現在も残る、方向寺の証明の、国家暗行。 君神部落の文字という富氏は、家康の勧めで、慶長19年4月に、宝光寺を再建しており、8月3日に、大仏殿の海岸供養を行うことにした。ところが、幕府は、宝光寺の盆章の名文中に不適切な語があると、供養を差し止めた。問題とされたのは、国家暗号で、大御所、家康の意味名を避けなかったことが不敬であるとする、ものであった。 国家暗号を、家康の名を分断して図書する言葉とし、君心部落、子孫印象を、豊臣氏を君として、子孫の印象を楽しむとし、さらに、右僕や原阿孫については、家康をいるという言葉だと非難したとする説もあるが、源の家康という意味である。これは、後世の俗説である。さらに8月18日、京都五山の長老たちに、 証明の解釈を行わせた結果、五三の僧侶たちは、皆この命中に国家暗号の一句、拒命を犯すこという不敬とすべしと返答したという。これに対して、豊臣氏は、過労、片桐勝本と証明を作成した文英新刊を、駿府に派遣し、弁明を試みた。ところが、家康は会見すら拒否し、逆に新刊を拘束し、かつ、元を大阪へ返した。 勝本は、秀頼の大阪城退去などを提案し、妥協を図ったが、豊臣氏は拒否。そして、豊臣氏が9月26日に、勝本を家康と内通しているとして追放すると、家康は、豊臣氏が浪人を集めて、軍備を増強していることを理由に、豊臣氏に宣戦線布告したのである。この事件は、豊臣氏攻撃の口実とするために、家康が、 維新数伝だと格索して問題化させたものであると考えられているが、当時の意味名の常識からすれば、不敬と考えられるものであり、また近年研究では問題化に数伝の関与はなかったとされている。その後も金は大東亜戦争中の金属教室を免れ、いつぶされることもなく方向寺境内に残されている。大阪冬の神経長19年11月15日。 家康は二条城を発して、大阪城攻めの戸に着いた。そして二十万人からなる大軍で、大阪城を完全包囲したが、力攻めはせずに、大阪城外にある砦出などを攻めるという局地戦を行うに止めた。徳川軍は、木塚川口、今福、市議の幕露淵などの局地戦で勝利を重ねたが、真田丸の戦いでは、大敗を喫した。 とはいえ、戦局を揺るがすほどの敗戦ではなく、徳川軍は、新たな作戦を指導した。午後8時、午前0時、午前4時に一斉に勝ち時を上げさせ、さらに午後10時、午前2時、午前6時に大砲を放たせて、上兵、特に戦慣れしていないヨドドのらを脅そうとした。この砲撃作戦は成功し、落城の恐怖に怯えた、ヨドデンは暴くすることを申し出て、 家康もそれを了承した。強固な城郭を武力で落とすことに固執せず、淀ドや助官を心理的に疲弊させる策略を用いることで、本丸を残して、二の丸、三の丸を破壊し、外堀を埋めるという徳川に、有利な条件での和睦に持ち込んだ。和睦の締結後、徳川方は和睦の条件に反して、内堀までも埋め立てたため、結果、 慶長20年1月中旬までに大阪城は本丸だけを残す無防備な裸城となった。従来の説では豊臣方は二の丸、三の丸の破壊を形式的なもので済ませ時間稼ぎを狙っていたが徳川方が総構えを全ての車と曲解することで強引に工事に参加して豊臣側が行うとされた二の丸の破却作業も勝手に始め さらに和議の条件に反して、内堀までも埋め立てたため、豊臣側は抗議したが、最初から和議を守るつもりのない家康はこれを目殺したとされる。大阪夏の陣この頃、豊臣氏は主戦派と恩賢派で対立。主戦派は和議の条件であった総堀の埋め立てを不服とし、内堀を掘り返す市議に出た。そのため幕府は、豊臣氏が戦準備を進めていると質問。 大阪城内の浪人の追放と豊臣氏の違法を要求。さらに、徳川義直の懇議のためと称して上落するのに、合わせ、近畿方面に大軍を送り込んだ。そして、豊臣氏に要求が拒否されると、再度侵攻を開始した。これに対して、豊臣氏は、大阪城からの出撃策を取ったが、兵力で圧倒的に不利であり、花輪直行後藤元次。 木村茂成、鈴木き高根助らが戦死する。しかし、天皇寺、岡山の戦いにおいて、徳川軍は、大軍ゆえの連携のつたなさなどから、豊臣軍の真田信繁隊日本人にまで突入され、毛利勝永隊四戦には、これに当たった六万もの幕府軍があっという間に敗退、死産した。一時は、本人の馬印が倒れ、 家康自身も自害を覚悟するほどの危機にも見舞われたが、やがて体制を立て直した徳川軍によりのぶは戦死、勝長は秀頼を守るために軍をまとめてなんとか大阪城に退却したが、攻め寄せる十五万の幕府軍を支えきれず、ついに大阪城は落城した。5月8日、秀頼と淀殿、その側近らは、勝長の解釈により自害、 勝永自身も自害した。ここに、豊臣宗家は滅亡した。その後、大阪城は完全に埋め立てられ、その上に、徳川市によって新たな大阪城が再建されて、秀吉へ死後授けられた、報告大明神の信号が廃止され、豊か国神社と秀吉の病所であった、報告病は閉鎖、放置されている。明治維新の後に、報告大明神号は復活し、 東照宮にも、信長や秀吉が祀られるようになっている。高刈姿の徳川家康公の造形長20年6月28日、御用税天皇の第八王子である八宮が純真郎を有志とする。元長元年7月17日、金中並区下諸法と17条を制定して、懲罰関係を規定した。また、初代明統制のために、武家諸法と、 一国一条例が制定された。こうして、徳川氏による日本全域の支配を実現し、徳川百264年の天下の礎を築いた。同年、自らの本格的な隠居の城として、駿河沼津の柿田川の湧水にある古城泉頭城の縄張り、再整備を命じたが、翌年の病に倒れる直前に中止し、竹越正信屋敷の改築に、 方針転換したが、いずれも死去により立ち消えになっている。元那2年1月21日、病のため高刈りに出た先で倒れた。3月21日、朝廷から大乗大臣に任せられたが、これは武家出身者としては、平野清盛、源、義光、豊臣秀吉に次いで、史上4人目であった。4月17日未の時、家康は、 寸布城において75歳で死去した。即夜、久能山に遺体は移された。死去に際して幕府は、大名、旗本に対して、家康長門のための下校は無用と伝え、寺院に対しても口絶する遺言で法事を行う、増上寺以外の法要は不要である旨を伝達している。東照宮五十記が伝えるところでは、以下の二種を辞世として読んでいる。死因については、 タイをカヤの油で揚げ、その上にすったニラをすりかけた天ぷらによる食中毒説が長く一般化されてきた。しかし、家康がタイの天ぷらを食べたのは1月21日の夕食で、死去したのは4月17日と日数がかかりすぎていることから食中毒を死因とするには無理があった。代わって主流となっているのは胃がん説である。 徳川三木が家康の病状を見る間に痩せていき、溶け血と黒い瓶、腹にできた大きなしこりは手で触って確認できるくらいだったと書き留めていること、及びかかる症状が胃がん患者に多く見受けられるものである事実がその論拠となっている。広大、江戸城内にては天ぷらを料理することが禁止されており、これは家康の死因が天ぷらによる 食中毒であるために生まれた近畿であるという説明がなされることもあるが、実際には多くの次女の一人が天ぷらを料理していて、火事を出しかけたために禁止されたものである。本広告死日記によると、家康は遺言として、臨重僧羅はば、お体を爆脳へ治め、ご僧霊おば、上寺にて猿付け、ご位牌おば、三河の大樹寺に立つ、一周期も杉僧羅を手以後、 日光山に正気道を建て、環状寺僧らへ、としている。この遺言に従い、葬儀は5月17日に増上寺で行われ、暗黒院伝徳、連社、高志誉れ道和い古寺という浄土宗の戒名が付けられた。この葬儀は、神として祀られたため内々で行われ、諸大名の三列、公伝は無用、僧も、金国からのみの三宗であった。遺体は、 駿府の南東の久の山に葬られ、遺言通り、一周期を経て、関東平野の最北部にある日光の当照者に分礼された。天外意識による日光への改装説が、幕府文献などにも改装と記述されていたため広く信じられてきたが、近年になって、その矛盾を指摘する、議論、研究が盛んとなり、日光へ運ばれた、紙棺の中に、 遺体はなかったとする説が有力となっている。信号は、側近の天開と、数伝新竜院、蘇与義春の間で、権限と明神のいずれとするかが争われたが、秀吉が報告大明神だったために、明神は不吉とされ、三郎和美神道にのっとって、薬師如来を本事とする権限とされた。この後、お月光介が二条官白邸で、日本大権限、 東高大権元の二つを示し、また一説によると、菊帝春末も、異例大権元東照大権元の二案を肝心した。日本大権元が有力候補であったが、現那3年2月21日に、東照大権元の信号、を3月9日に、新改正1位が送られる。また、東照者は、今川直房と、坂井忠勝の尽力により、 昭法2年11月3日に、宮郷宣言があり、東照宮となり、さらに東照宮に小一くらいの深海が送られ、家康は、江戸幕府の子祖として東照神君、権限様とも呼ばれ、江戸時代を通して崇拝された。徳川野中においては明治維新後も、権限様として崇拝され続けた。現在も、久能山東照宮の神廟を、徳川家康の墓所とし、他の霊廟としては、 日光東照宮において、墓所をかたどった神社としての奥宮、松平氏の菩提寺である、愛知県岡崎市の大樹寺や高野山にある、徳川司令台の暗黒院伝令廟、また、各地の東照宮に祀られている。また、臨在州の寺院としては、東福寺の達中である、南明院が徳川家廃所である。なお、徳川将軍十五人中官営寺か増上寺の、 どちらにも墓所がないのは家康以外には徳川家光と徳川義信がいる。天正15年8月8日付の十二県大納言少女天人の戦時では豊臣家康の名義でなされた可能性がある。同日付で息子徳川秀忠も自重に任官しているが、これは豊臣秀忠名義となっている。同様に同年十二月十八日付の 左この絵大将様両語官両官職権体の戦時、慶長元年五月八日付のせいに内大臣の少女天人の戦時についても、豊富家康の名義であったと考えられる。現存の日光東将軍所蔵の徳川家康の民間女異の戦時は、元の戦時が移出したため、昇法二年に将軍、徳川家光の要請により、朝廷が再発行した文書として伝わっており、 この再発行手続きの段階で、豊臣から源に変更した可能性がある。天正15年12月某日、11位京、左大臣、小野江信介、左小野江大将検体をす。同月28日、12位行県大納言、徳川家康、左小野江大将、様両五官を検体。天正16年正月13日、12位行県大納言、 高塚佐信夫佐、左近江大将検体。これにより、同日までに、徳川家康、左近江大将及び、様両五官の検体を実と想定できる。なお、文禄五年五月八日付、家康に対する内大臣戦時においては、家康の官位は、正二行権大納言権左近江大将元圧損、家康となっているが、苦行部人では、 家康の左この絵大将の兼任記事はなく、県大納言、高塚佐信夫さが左この絵大将を兼任している記事となっている。文禄3年9月21日付、文禄3年、徳川家康宛、豊臣秀吉事業法目録によれば、宛名は、橋場江戸大納言殿となっており、この時点では、橋場の名字を賜っていたと考えられる。さらに、その前年、 文禄二年五月二十日に、橋場製を使用している、東京国立博物館所蔵文書。久能山東将宮にある、徳川家康の手形徳、徳川家康像、徳川家康像、徳川家康像関ヶ原の戦いに行くまでの道中で着用したとされる南蛮道具即家康は、武家の棟領として古い名刀を収集し、 日光スケザネなど多くの名物がその手元にあった。また、晩年の慶長十九年春には、大阪冬の陣に備えるために、伊賀守る金道という東稿二千0 0不利の陣たちを、急増を発注し、その政治的見返りとして朝廷に対し、金道を日本単野草匠に圧線している。一方で、家康をはじめとする徳川家臣団が、戦場で使う武器として愛用していたのが、 当時の現代刀だった伊勢国区穴の刀工、戦士村正と戦士派、そしてその周辺流派の作である。家康自身も村正の内刀と脇差しを所有し、これらは尾張徳川家に村正五代将として伝来した。脇差しは大正期に売却されたが、内刀は現在も徳川美術館に所蔵され、村正に珍しい皆焼き場の傑作として名高い。 家康がこの大将を人揃いで差し実践で使用したのか確実なところは不明だが、少なくとも今も内刀にはわずかに傷の跡が残っている。この、皆焼きの刃紋を持つ村政は相当な希少品で、現存するのは他に、担当、軍地取りや担当、無国などの数点しかなく、そのいずれもが評価の高い名作とされている。 お膝元の駿河には村政と作風を共有する島田義介がいて、六代目の義介に御朱印を与えるなど交遇している。村政と義介は直接の指定関係ではないが、お互いの派で技術的交流を続けていたから、作風が近づくことがよくあった。なお、かつては家康が村政を忌避していたという俗説があったが、現在では完全に否定されている。 村政は徳川家にたたるとする妖刀伝説が江戸時代に広く流布していたことそのものは事実で、村政は命を潰されるなどの悲惨な被害を受けたが、そうした伝説は家康の死後に発生したものである。徳川美術館は家康が村政を忌避していたとするのは後世の創作、家康は実際は村政を好んでいたと断言している。 妖刀伝説が広まった理由としては、以下の理由が考えられる。共同立式より、徳川武千代、小林清新筆家康は A64 から6年、頃の文書では、本性として、源氏を使用しており、A69 年に徳川を名乗った際に、藤原氏に改正しているが、死を源氏に複製した時期については、はっきりしない。かつては、 この江崎久による年代不明の書状が将軍持ちにつけそうろうてのこととしていることから、関ヶ原の戦いの勝利後、聖遺体将軍任官のため切らし形図を釈用して、形図を加工し、源氏に戻したというのが通説であった。しかし米田雄介が官務身武家の文書を調査したところ、天正20年9月の聖火星直挙の口、千案において源氏性が用いられているなど、 秀吉生前からの現時使用例が存在している。笠谷和彦は、天正16月4月の御用税天皇の呪落、大行行の様子を収めた呪落行行期には、家康が大納言源家康と生死に署名しているという記述があることから、現時への複製は少なくとも、この時期からではないかと見ている。他に、天正14年。 南房国の里見義康に送った同年3月27日付の希少文では、徳川氏と里見氏は、日大一族の同族関係にあることを主張している。ただし、これ以降も、藤原家康名義の書状が現存しており、この希少文は、偽文書の可能性が指摘されている。また、天正14年には、藤原氏を用いた自社への衆院状も残っている。 天正十九年、家康が発給した、主印上で生が記されているものは、大名言言阿尊ないし、生に、源の阿尊と記されており、藤原氏は使用されていない。笠谷は家康が、源氏副生の時期が将軍であった、足利義明の出家時期と重なっており、様両五官、左近衛大将など将軍家しか許されてこなかった、官を受けていることから、 豊臣政権下で家康はすでに現時の交渉を許され将軍人間の動きが公然化し、豊臣関白政権の下での徳川将軍政を内包する形での権力の二重構造的な国政を検討していたと記述している。安倍義久は天正16年は足利義明が正式に征夷大将軍を辞任した年であり、豊臣秀吉は家康が将来の 徳川将軍体制を見越して、源氏改正をしたことを認識しつつ、それを逆手にとって、関東地方を治めさせたと捉え、さらに姓は源氏の正当な末裔である足利氏の、生き残りといえるキツレ川家に、小学坊を再興させることで、家康とキツレ川や佐竹氏など、関東初代未央との間に、一定の緊張関係をもたらすことで家康の野心を封じ込めようとしたと推測している。 徳川家康の名で発行されたオランダとの通称許可証14年7月25日付家康が石を築いた徳川将軍家を頂点とする江戸幕府の支配体系は完成度の高いものである。江戸幕府は京、大阪、堺など全国の幕府直轄主要都市を含め約400万国、旗本智之基地を含めれば全国の総国高の一。 三に相当する約七百万国を独占管理し、さらには佐渡金山など重要鉱山と貨幣を作る権利も独占して、貨幣経済の根幹も抑えるなど、他の大名の追随を許さない圧倒的な権力基盤を持ち、これを背景に全国諸大名、寺社、朝廷、そして皇室までをもいくつものハットで取り締まり支配した。 これに逆らう者、もしくは幕府に対して危険であると判断された者には、容赦をせず、そのため、江戸幕府の初期はいくつもの大名が海域の浮き目にあっており、これには、普代、審判大名も含まれる。これは、朝廷や皇室でさえも、例外ではなく、C 事件などは、その象徴的事件であった。幕府に従順な大名に対しても参勤交代などで、 常に財政を圧迫させ、幕府に反抗する力を蓄えることを許さず、また、特に近世初期は、多くの天保を行い、鉢植えにした。些細な問題でも、大名を改役、原宝に処し、神経質に、抗議の意向に従わせるように仕向けた。大名への乗員官、松平しかしで、このように圧倒的な権力基盤を背景にして、徳川将軍家を頂点に君臨させた。 全国の諸大名、朝廷、皇室を生かさず殺さず、逆らえば潰すの姿勢で支配したのが、江戸幕府であった。このように、徳川将軍家を頂点とする江戸幕府の絶対的な支配体系については、保守的、封建的との見方もできる一方、強固な支配体系が確立されたからこそ、戦国時代を完全に終結させ、そして江戸幕府が250年以上に及ぶ。 長期安定政権となったことは否定できない事実である。後の鎖国政策につながるような限定的外交方針を諸外国との外交基本政策にしたことから幕末まで海外諸国からの侵略を防げたという評価もあるが、これらの業績はイエアスの死後に当時の情勢において行われたものである。また、民が解禁策を取るなど、 当時の世界的な数勢であるとも言える。家康は朝廷を幕府の支配下に置こうとした。慶長11年には幕府の推挙なしに大名への官位の授与を禁止し、緊中な三げ諸法動を制定するなどして、朝廷の政治関与を徹底的に排除している。大阪冬の陣の最中である12月17日、朝廷は家康に直命による和睦を圧戦したが、 家康はこれを拒否した。さらに家康は、秀忠の御女和子を受代させ、外祖,祖父として皇室まで操ろうとしたのであるから、始まっていたという。和子の受代が、現な六年まで長引いたのは、家康と御用税天皇が死去したためである。家康の死後、幕府は、死意事件などを経て、天皇及び朝廷をほぼ完全に支配することに、成功した。 この力関係は幕末の尊皇運動が起こるまで続いた。息子や家臣に対しても冷酷非常な面を見せる人物だったとされることが多いが、情に流されず息子や一族に対しても一律に公平であったと見る向きもある。長男、信康の切腹に関しては、信長の要求によるものではなく、家康自らの粛清説も近年唱えられている。また、 聖母の身分が低い次男、結城秀康、六尾、忠てるを、出生の疑惑や要望が見にキいなどの理由で常に遠ざけていたとされるが、これには異論もある。関ヶ原の戦いにおいて、エドルス居役を命じられた秀康は、先行を挙げるために、秀忠に代わり成長したいと申し出たが入れられなかった。かねてから秀康には、石田三成との交流があり、 豊臣三方に内通する恐れがあったとも考えられる。一方で、武将として、実績のある秀康に三成と遊戯が深く西軍に、呼応する恐れが強い佐竹義信を監視させ、東北戦線で上杉氏と戦う伊達政宗、最上義光らの御詰め役として待機させたとされる。秀康は、後の論功交渉において、破格の五十万国を加カニーも、 県中納言まで昇進しており、最終的に67万国もの大砲を与えられ、江戸への参勤免除、幕府からの私益の免除、関所を大砲で破壊しても黙認されるなど、別格の扱いを受けている。将軍警視がならなかったのは、豊臣秀吉の養子で、後に結城家に養子に入り、病石を継いでいることなどが理由とされる。また、秀康の子、松平忠直には、 秀忠の娘、勝姫を嫁がせている。忠ダについても嫌われ、礼遇されたと言われたが、それを示す資料はなく、開役前には、五三家並みの所領が与えられていた。しかし秀康はともかく、弱視、忠直や忠ダは家康よりもむしろ、秀忠と不仲であったとされる。松平忠直は、大阪の陣で、真田信の武らを討ち取る功績を挙げたが、 論功交渉に不満を言い立てた。家康の死後は、幕政批判や乱行が目立ったために、秀忠によって隠居させられ、越前副違反を継いだのは、忠直の弟、忠正であった。忠てるも秀忠により、数々の不行状を追求されて解役させられた。徳川四天皇である、本田忠勝や酒木原康政を、関ヶ原の戦い後に、中枢から外し、 この二人に次ぐ大久保忠近を改役、失脚させている。しかし、坂木原康政は、老人が養殖を争うことを嫌い自ら、老住職を辞退していることに加え、康政の後を継いだ坂木原交渉が、大阪の陣で没死した後に起こった騒動を、過労の処分に留め、本田忠勝に対しては、その子、本田忠政と、孫、本田忠時に、自分の孫、 熊姫と千姫をつがせるなど、不代大名に、相応の配慮は示しており、その例は、例外も多いが鳥居や石川家など埋居に暇がない。大久保氏も、忠鹿の孫、中職は、大名として復権し、家康の死後は、家動が行われ時代、大久保忠友は、丘陵小田原への復帰と、11万国という、有力不代大名としての家動を受けている。ただし、 昼食が家康の彦であるから、という見方もできるのも否めない。しかし、田だち自身が、家康守護に家康の誤りを示すとして、秀忠からの斜面に要請を拒否していることから、大久保氏を避けていたわけではないと思われる。家康は、李良の造反行為には厳しく、三河時代に、武田勝頼と内通した、長身、大賀屋四郎をのこぎり引きという極刑で処刑している。 大久保長安についても、幕府中枢にあるものの汚職、不正蓄財と扱いことさらに厳しくすることで、好奇粛清を促したとする見方もできる。さらには、人材の管流は組織の活性化に必須であり、一連の行為はあくまで幕府の体制がためとして行われた政治的行為として解釈することもできる。また、松平信康を含め、秀康忠てに共通するのは、 武将としての評価が高かったことにあり、武将としては凡庸とされ失敗もあり、兄を差し置いて将軍となった秀忠の手前彼らを高く評価することははばかられたことが背景にある。また、家康はかつて敵対していた今川氏、武田氏、北条氏の家臣も多く登用し、彼らの戦法や政策も数多く取り入れている。これを初段には家康が、 本田康重に語った言葉として、我、そ知らぬ体をし、よく使いひしかば、皆孤行となり、いさむいさを表したりと記されている。家康は武田信玄を尊敬し、武田氏の意心から信玄の戦術や思想を積極的に学んだ。その反面、信長のように身分や序列を無視した徹底的な能力主義を取ることはなく、秀吉のように自らのカリスマ性や金、 領地を餌に釣って、家臣を増やすこともなかった。家康の重臣のほとんどは、三河以来の代々仕えてきた家臣たちであった。そのためか、彼らに天下を統一され、遅れを取ったが、代わりに自身は信頼できる部下だけで周囲を固め、豊臣政権の不備もあって、天下人となった。とはいえ、その部下の中には、今川氏、武田氏、北条氏等の自身が、 直接的には滅ぼしてはいない大名の家臣も含まれているため一種の恐怖の利とも言える。一方で偉大な先人から学び取り、それを主者選択しその自由や自分の状況に合う行動を取ったことは十分に名君と呼ぶに値するという見方もできる。その戦ぶりに関しては、秀吉から街道一の読み取りと称賛されたと伝わる。 家康は常に冷静沈着な地償だったとされているが、短期で神経質な一面も持ち、関ヶ原の戦いでは、海戦間際において一面に垂れ込める霧の中で、使い番の野々村白江門が、方向感覚を失い人幕に馬を乗り入れた際に、苛立ち、角名調査不老という呼称に侵入者が何者か、尋ねるが、角名は侵入者が誰だか知っていたが当人に責任がかからないように配慮し、 答えなかった。家康は、カドナのこの態度に腹を立て、カドナの差し物の差を一等のもとに切り捨てたという。さらに家康は、苛立ったり、自分が不利になったりすると、親指の爪を常に噛み、時には皮膚を破って血を流すこともあったという。その一方、怒りに任せ家臣や領民を手打ちに、するようなことは生涯ほとんどなかった。幼少期に、 今川家の人質だった頃自分に辛く当たった今川法の原見石元大を後年探し出し切腹させたのは例外的処置である。情を排する冷徹な現実主義者との評価がある。一方、法よりも人情を優先させた事例もある。例えば、三方ヶ原の戦いで家康の身代わりとなって内死にした夏目義信の子が規律違反を犯しても重宝器的に許し、 関ヶ原の合戦後に、真田信行、本田忠勝らの決死の嘆願で、真田正幸を除名している。特に苦労を共にしてきた三河時代からの家臣たちとの信頼関係は厚く、三方ヶ原の戦いで、三河武士が背を向けず死んでいったという俗説をはじめ、夏目義信、鳥居本忠らの猛目的ともいえる三河武士たちの忠説ぶりは敵から、 犬のように忠実と言われたことから、少なくとも地元である、三河武士が持つ家康への人望は非常に厚かったようだが、一向一揆を起こされたことも考慮する必要がある。無論、有能な人材も重視し、安城、岡崎府大だけでなく、今川氏、武田氏、北条氏の求心を多く召し抱え、大御所時代には武士のみならず、僧、商人、学者、さらには英国人、 ウィリアム・アダムスと、実力も考慮して登用し、江戸幕府の基礎を作り上げていった。戦国時代最大の武装宗教勢力であった、一向僧は、第十一世門主、県女の死後、県女の長男、京女と三男、順女が対立し、京女が独立する形で、東本願寺を設立。後に、これに対して順女が、西本願寺を設立し、 東西本願寺に分裂するが、この分裂劇に関与しているのも、家康である。一説によると、若き日に、三河一向一気に苦しめられたことのある家康が、本願寺の勢力を弱体化させるために、強要をそそのかして、本願寺を分裂させたと言われているが、明確にその意図が記された資料がないため断定は、できない。しかし、少なくとも、この分裂劇に際し、 共乳を支持して、東本願寺の土地を寄進したのが家康であることは、確かである。現在の新州大屋派は、この時の経緯について、共乳は保守を退院してからも、各地の門徒へ、名号本尊や、消息の配布といった保守としての活動を続けており、本願寺教団は、関ヶ原の戦いよりも前から順序を保守とするグループと共乳を保守とするグループに分裂していた。 徳川家康の治療起進は、本願寺を分裂させるためというより、もともと分裂状態にあった本願寺教団の現状を追認したに過ぎないという見解を示している。東西本願寺の分立が後世に与えた影響については、戦国時代には大名に匹敵する勢力を誇った本願寺は分裂し、弱体化を余儀なくされたという見方も存在するが、 前日の通り本願寺の武装解除も、剣女、順序派と協女派の対立も、信長、秀吉存命の頃から始まっており、また、江戸時代に同一周派内の本山と、脇門跡という関係だった西本願寺と高生寺が、自覚をめぐって、長らく対立して、幕府の介入を招いたことを鑑みれば、協女派が平和的に公然と独立を果たしたことは、 むしろ両本願寺の宗政を安定させた可能性も否定できない。ちなみに、三河一向一揆が起こった際、敵方の一向総側には、本田正信や夏目義信など、家康の家来だった者も,もいた。だが家康は彼らを恨まず、逆に再び召し抱えている。彼らは家康に恩を感じ、本田正信は家康の晩年までブレーンとして活躍し、夏目義信は、 三方ヶ原の戦いで家康の身代わりになって戦死した。また、同様に町衆に対し強い影響力を有する日蓮衆に対しても、秀吉が命じた方向時代仏殿の戦争空用時に他州の伏せを受けることを容認した受伏せ派と禁じた衆議に従った不受伏せ派のうち、後者を家康は抗議に従わぬものとして、 日蓮宗が他州への攻撃色が強いことも合わせて危険視した。そのため、後の家康の出資命令に従わぬ、富士布施派の非翼を津島国に入るしたり、他州への攻撃が激しい日系らを耳、鼻そぎの上で追放した。家康死後も、富士布施派は、江戸幕府の布施供を受けることを理由として、江戸時代を通じて弾圧され続けた。 これら信仰の周廃外の古い天台宗、信言宗、法宗宗にも独占した門跡を通じ朝廷との深いつながりを懸念し、新たに浄土宗の地王院を門跡に加え、さらに天台宗の関東における最高権威として林王寺に門跡を設けた。これら地王院、林王寺は江戸幕府と強いつながりを持った。一方で、キリスト教に対しては、秀吉の死後、 南蛮貿易による収益などの観点から当初は容認しており、実際に江戸時代初期にキリスト教は東北地方への布教を行っている。しかしマードレでデウス号事件や岡本第八事件を経て、慶長18年にバテレン追放令を交付する。家康の死後、幕府は寺受け制度等により自社勢力を完全に抗議の下に置くことに成功している。また、 家康自身が、東初新君として、信仰対象になった。江戸期を通じて神格化され、否定的評価は禁じられており、明治維新後に家康の自由な評価が解禁された。山岡総八の小説、徳川家康では、幼い頃から我慢に我慢を重ねて、逆境や困難にも決して屈することもなく先見の、命をもって、勝利を勝ち取った人物。 太平の世を願う求道者として描かれている。この小説をきっかけに、家康への再評価が始まっている。柴良太郎は家康について記した小説、覇王の家跡書きで、家康が築いた江戸時代については、高在半ばするとし、民族的性格が賠償化され、既計化されたといった論や、その支配の閉鎖ないし保守性については極めて批判的である。ただし、 芝は家康本人に対しては必ずしも否定的ではない。ウイジを15歳で経験し、大阪夏の陣では73歳でありながら総大将として指揮を取り、その生涯では味方が原の戦いなど大敗も経験したが、晩年まで幾多もの戦争を経験し、指揮も取り、戦死しなかったことを歴史上、古今東西見渡しても滅多に類を見ない年。 戦が強くはなかったが、戦上手であったと評している。2000年に、朝日新聞社が実施した、指揮者5人が選んだ西暦1000年から1999年までの、日本の顔10人において、家康が、得票数で1位を獲得した。家康は2大将軍、徳川秀忠の父、3大将軍、徳川家光、水戸藩主、水戸光国らの祖父、4大将軍、 徳川家綱、徳川綱主家、五代将軍、徳川綱吉、八代将軍、徳川吉宗の祖,祖父にあたる。功績のあった真夜幻福する者に、自分の名の一字を与えた。上記三作品は、家康三部作とも呼ばれる。影武者としての家康の主題作品は、徳川家康の影武者説三章。ありがとうございます。